画家の目で、旅をする、これをキーワードに、展覧会を構成しております。主にですね、風景画、世界遺産、あるいは、奈良京都の、寺社仏閣、現地の、ね、人々との交流、あるいは珍しい民族衣装、そういったものを含めて、旅を味わっていただけるような、そういう、展覧会になっています。フランスのですね、世界遺産モンサンミッシェルを、大きく描いた作品ですけれども、この水平線、まあ、地平線って言ったらいいんですかね、あの何しろ、潮の満ち引きで、海になったり陸になったりしますから何とも言えないんですけども、画面、これ4、屏風と同じ大きさですから、幅が 3.6 メートルあります。ですから目の前にですね、モンサンミッシェルの城がこう広がる光景、しかも、盾もありますからね、見上げるような、まさに現地に行って、目の前にして、見ているような、そういう印象を受けるかと思います。里桜美術館ではこの三春の桜を描いた作品、これを多く収蔵しています。こちらもですね、平松デイジーという画家が描いた、滝桜、昼間の、滝桜を描いたものですし、非常にですね、古木、で、満開の花をつけた様子がですね、こちらにその美しさ、華やかさ、それが非常によく伝わってくる、作品になっています。こちらにはですね、栗原幸彦という画家の描いたこの夜の滝桜を描いた作品を展示しています。素晴らしい絵ばっかり今日は見せていただきました。日本画がね、あんな素晴らしいと思わなかった。普通はね、小さな絵が多かったんだけどね、あんなもう大作を今日は見せていただきましたね。感動しました。虎と象の、あれはね、象も行き過ぎちゃって後から描いたっていうから、よほど印象がパッと頭に浮かんだね、あそこまで描けんのかなと思って信じられない。あのテーマが良かったもので、私ちょっと遠いんですけど、今日友達と、でもすごく良かったです。あの作者がね、何人か別の方で同じ桜をね描いてあるのがとても印象残りましたけど、